はい、こんにちは。車買取専門店 J ボヤカシ店でございます。今日はね、見ての通りベルファイアです。これはね、もう極上車と言っていいんじゃないですかね。お探しのお客様おられましたらね、もうすぐにでも電話が欲しいです。ただもうね、あさってのオークションに出そうかなと思ってますんで、もうこのアップル、なんだ、この動画上がった頃にはね、もうこの店には車ないです。ただまあ今日中には動画とカーセンサーにはね、上げるつもりです。で、それでなんとかね、お問い合わせいただいても、それ見て買っていただけるお客様だけになってしまいますけども、他店さんよりもかなり安く出すつもりですので、どうか、ご検討のお客様おられましたらですね、お問い合わせと、あと申し込み金ね、持ってきてください。まあ振り込みでも構いませんけども、お願いいたします。じゃあね、ちょっと細かく車見ていきたいと思いますんで、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。じゃあね、車の方ね、見ていきたいと思うんですけども、一箇所だけね、自家塗装してる部分があるんですよ。もうそこだけです。もうあとはもう極上ですね。もう説明する必要性もないんだけど、まあ一応ね、動画で説明させて、まあちょっとこれね、カーセンサーのこのね、ご担当の子供がくれたんだけど、これ後ろにただただテープで貼ってあるだけなんでね、ちょっとここはあれかな、飛び石があるかな。でね、多分 LED でしょ、これね。 LED ライトと下もなんかフォグランプ LED になってるのかな、これね。で、車内の19インチのアルミです。19インチのアルミに車庫帳ね、なんかペインの車庫帳を組んでますという感じですね。で、車高結構低いんだよね。まあお下品なね、低さじゃないんで、まあ、そんなにあれだとは思わないんですけど。よいしょ、暑い。こっちもちょっとね、ガムテープがね。で、ベルファイアでもかっこいいね。ね、で、多分ね、ここがね、ちょっとご自分でね、塗ってるんでね、一応ぼかし入れて、ね、少しわからないようにしてるんだけど、ちょっとここだけなんですよ、もったいないのがね。ここがなかったらいいんだけどね。まあこれはもう納車前にね、塗装してもらいます。多分うちの方でやりますわ、買ってくれたらね。はい、いう感じですね。あ、ないんだよね、別に傷ね、上の方だってないしな。よいしょ、ルーフもね、ルーフサンルーフ、ダブルサンルーフね、ツインサンルーフ入ってますんで。よいしょ、ごめんなさい、首光っちゃって全然見えないな、これね。で、ミラーも綺麗だしね。で、サンルーフです。サンルーフ2つ、ルーフも綺麗でしょ、ね、別になんか変な傷とかへこみとかもないし、氷が向けてないしね。はい、もうほとんど僕見えてないんですけどね、どんな感じで映ってるのかちょっと分かんないけど、まあサンルーフついてるというのは分かると思います。じゃあね、ちょっと車内の方ね、行ってみたいと思います。じゃあね、後ろの席からね、ちょっと前の席をちょっと見てみたいと思いますんで、ライトを消して、よいしょ。でね、シート、ハーフレザーシート、これとオットマンね、ついてるシートです。よいしょ。それとね、アルパインの、リアモニターもついてますんで、快適装備バッチリです。これ本当装備いいですよ、このお車で。僕と同じぐらいの年の方がね、乗ってた車なんですけど、だいぶ綺麗にされてるみたいでね。はい、この車を買った方が僕はいいと思う。本当オークションでね、安く持ってかれるんだったらね、もうあれなんですけど、僕も売り上げが欲しいんでね、やっぱりね。だからちょっと半ば来てそんな利益上がってないんでね、ごめんなさい、もうちょっと車持ってっちゃいますけど、運転手さんの目線ね、とにかく土曜日までにね、ご連絡ください。もうなるべく明日金曜日、今木曜日なんで、いただければと思います。今7月の17日6日かな、分かんないけど、7だったかな感じです。こんな感じでね、運転手さんの目線はなると思います。はい、
パネル類ですね。じゃあ前の方行ってみたいと思います。はい、正直ね、まあこのちょっと下のはあの使い回したらちょっと汚いけど、中綺麗、もうこのままオークション会場持っていけばええわと思ってます。まあまあもちろんの、車売るときになったらねちゃんと仕上げますけどもね。距離88,364キロ、まあ88,400キロかないう感じです。で、浅野山さんが休場ですね。昨日なんかもう人体10時なんとかやっちゃったんでしょ、ね、かわいそうだね。バックカメラですと、はい、ナビゲーションですね、なります。エアコンのパネル類ですね。それとシフトノブ、ちょっと画面がね変わりますけども、こんな感じでセンターコンソールがあります。センターコンソールもね、中この中でこの中にねなんか入れ込みになりますし、ちょっとこのリモコンとかがあるからちょっと今しなかったけど、それとここにね ETC あります。あと携帯のね、これはまあご自分でつけてるやつなんですけど、なぜ2つついてるのかちょっと分かりません。それとこれが、ナビゲーションとね連動されてますから、こちらの方とこちらの方で、操作可能です。それとオートクルーズですね。あと、はい、両側オートスライドドア、それとあのサンルーフですね、なります。でハーフレザーシートですしね、車も綺麗だし、この車は本当になるべくであれば買っていただきたい。それと何か紹介しなくちゃいけなかったなと思ったんだけど、ごめんなさい忘れちゃった。何だったっけかな、ごめんなさい、すいません。あとこれは、あ、これはあれか、ミラーのあれか、そんなには特に何もないかなとはね。この中も特に何もないしね、こっちに ETC つけてくれたらよかったよね。あとコンビですね、コンビハンドル、木目調ですね、なります。そんな感じです。そしたらちょっと後ろの席、あの座席見ていきたいと思います。これ、ね、運転席のシートです。綺麗、もうね、でタバコもね吸ってなかったようですしね、禁煙って書いてあるしね、ここにねタバコも吸ってなかったみたいなので、タバコの匂いも全然しません。まあどちらかというと本当に無臭だみたいな感じですね。はい。とね、オークション持ってかなきゃいけないからね、ちょっととっととこう取らなくちゃいけないんでね、ちょっと簡易的にやっちゃいますけど申し訳ないです。はい、感じでね。で後ろの席はちょっと後ろの席こんな感じでね、はい、なってます。後ろの席も綺麗ですね。はい、オットマンもねこんだけ席が空いてれば、あの足伸ばせると思いますんで、で助手席はねちょっと行ってみたいと思います。よいしょ、ね、助手席ですね。綺麗ですね。タバコ吸ってないから穴もないしね、なかったよねこっちもね、十分綺麗だと思います。おめでとうございます、ね、はい、生ため席ですね。 YouTube で大人気のね双子山部屋の新住宅ですね。はい、助手席側のセカンドシートです。電動とかではないのでね、特にあれはないんですけども、まあ、こんな感じでね、はい、もう綺麗ですね、本当に。本当はあそこだけなんでね、あそこのステップの部分だけ、まあ、あれは直しますんで、まあ、あの気にしなくて結構ですので、はい、いう感じですね。綺麗なお車になっております。ここのヘッドレストだけね、ちょっと見当たらないんですよね。どっかにあるかもしれないです。もしかしたら欠品かもしれないですね。どっかにあるのかもしれないけどね、でもなんかあるような雰囲気ではないんだよな。あるんだったら多分ねどっかにあるはずなんだけど、それがないから多分ないと思います。それとパワーバックドアですね、これスイッチを押すと
バックドアね、勝手に閉まります。こういうの欲しいですよね。お金があればね、乗りたいですけど、お金がないので僕はこれは乗りません。まあお金がないわけじゃないんですけどね。はい、ということでエンジンルーム行ってみたいと思います。はい、ね、エンジンルームです。これはあれですね、 HID ですね、あの SID ですね。エンジンルーム綺麗ですね。大事にしてたんだろうなと思います。はい、以上でした。さあね、今日はベルファイアですね。はい、装備はねだいぶ良くてね、ダブルサンルーフに、ナビゲーション、多分純正のナビゲーションだと思うんですけども、それとアルパインのねリアのフリップダウンモニター、両側オートスライドドアに、パワーバックドア、それと HID ですね、ディスチャージライト、あとはまあ社外品でね、アルミホイル、19インチのアルミホイルと、ペインの車保証ですね、という感じになっております。まあ、これだけね、あの良くて、あと8年の、ごめんなさい、3月だったかな、車検が、ありますんでね、もう車庫証明取れたらね、即納できますんでね、ぜひご検討しているお客様はね、この動画でね、もう十分ご紹介して、買えるだけのね、材料はね、お渡しさせたと思いますんで、まあ、ごめんなさい、不足だっていうかもしれませんけど、僕はもうこれで十分だと思いますんで、ぜひね、車は今日もうオークション持ってっちゃいますけども、ぜひ、ご購入のお客様ね、ご連絡ください、お問い合わせください、よろしくお願いします。それではね、この動画少しでもよかったら、いいねボタンの方お願いいたします。チャンネル登録の方ねしていただきましたらね、大変ありがたく思いますので、よろしくお願いします。広告の方もね、最後まで見てください、よろしくお願いします。全然収入がありませんでね、今自分のね、この顔がね画面に映ってるんですけどまあ汗だくですね、汗だくだわ、髪の毛ぐっちゃぐちゃだわね、もう嫌になっちゃいますけどね。まあそんな感じで、最後までご視聴ありがとうございます。車買い取り専門店 J バー貸し店です。兵庫県神戸市西区玉津町新報214番地の1です。電話番号0789393070になります。カーセンサーさんのね、検査ページに、フリーダイヤル載ってますので、そちらからもお問い合わせもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。